はい、こちらです。キャンです。デビキャンです。俺たち、ミッドナイトウォーズです。今回は、雄大のハロプロ総統当てよう1年前にやりました、あの企画。本当にね、俺は1年ぶりぐらいです。本当に1年ぶりぐらいです。やってないんですか、あれ以来。あれ以来やってないですよ。すごーびっくりするでしょ、あのなんか、当てるやつ。びっくりするでしょ。完封負けしてる。あれ1年前だろ。あ、1年前です。ちょうど秋です。じゃあ、俺1年ぶりに今日ハロプロソートしたってこと？あれ以来やってないの？やってないよ。あ、じゃあ本当に1年ぶりにやったわけですよ。すごー。これね、10月15日に上がってます。お、本当じゃない。多分本当に1年前くらいのやつだわ。てか、すごい、すんげー YouTube やってんじゃん。そうだよ。そうなんだよ。あ、もうそんなやってんだ。1年間でどんぐらいこう変動があったのかっていう、ね、ハロプロソートの時はもう割とちゃんとやったでしょ。割とちゃんとやってたってことでね、じゃあ今回は去年と全く同じやり方で雄大から相当やってもらうので、私だけの部で当てていこうじゃないかと、はい、それでは It's tasting time。 10位が10点、1位が1ポイントで合計のポイントで勝負します。そうです。で前回は55対0で秋野が勝ちました。僕が勝ちました。いや、ちょっと分かんねえんだって言うな。だから、俺が10連続くらいで当てて、デブケン10連続くらいで外したってことですね。うん、そんなことある。惜しかった、惜しかったね。あの時ハロウィン52ちょっとよ、マジで。あれは入ってる？新ユニット入ってる。ユニットは俺入れてないから。ユニット入ってない。新メンバー入ってる。うん。なるほどね。よしよしよし、当てていきます。じゃあ、じゃんけんしますか。最初はグッドポイ。先行当たり前なんですね。そうなんですよ。なるほど。じゃあいきましょうか。はい、橋迫凛さん。第11位。うわー！いや、いいラインだと思ったんだよ。リンチ。いや、リンチ。いいラインです。ちなみに参考までに言うと、橋迫凛ちゃん去年は7位でした。ああ、そうだったんだ。いや、だからいいラインだ。覚えてね、去年は。11位なんだ。いいラインです。アップモード。マジ、アップモード。アップモードです、これは。なるほど。最近クーハマってるから。はい、ハマってる。リンチ絶対入ってると思ったけどな。間違いない。谷本亜美さん。うわー、おけつまんね。谷本亜美さんは、順位高かったですよ、前回も。第4位です。ああ、まあ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 。いいラインですね。はい。いいラインだってもう。よしよし。そう、さっきからずっと言ってまあ、谷本さんは去年も3位でしたね。なるほど、なるほど。はい、ゆるい、谷本さんの顔面好きです。顔面大好きだから。谷本さんはマジで好き。はい。はい。アンジュルムの、はい。竹内あかりさん。はい。竹内あかりさんは、第6位です。うわぁ、よし。はい。まあ、相当ですからね。そうなんですよ。去年も第6位です、ちなみに。あ、そうなんだ。はい。で、これは、あの、本当に、さっきもやったばっかりなんですけど、僕の傾向としてやっぱり、ハマりづらく冷めにくいっていうのはありますよ。え、でもさ、これあの、衣装さ、あの、泳げないなんてずるくない？ちょっとね。俺、アンジュルムマシマシに見えてた。マシマシ。アンジュルムマシマシ。うん。それちょっとね、僕のその押し方とかもちょっとね、考えつつ。言うな、言うな。どうだ、でも顔面でいこうかな。はい。顔面見がちですから。ですよ。ジュースジュース。はい。上村あかりさん。いるね。これはいる。さすがにいる。第1位か。1位でした。ああ、じゃあダメだ、まだ追いつけてないわ。これはね、そう、あのね、上村さんはマジで、あの、あれ、ハロコンね、夏のハロコンのサファイア、やっぱり顔面トゥーキーか。かわいいし、歌うまいし、あと、あの、衣装がね、やっぱり良すぎて、うん、もういったわ、うん、あれで。いやー、そっかそっかそっか。上村さんは1位か。あざとくても出てるからね、上村さん。そうなんだよ。そうだよ。上村さんはね、ちなみに去年はね、ランキング外なんですよ、ね。あ、そうだっけ。入ってない。去年の1位はでも宮本さんだったらね、宮本さんなんですよ。いないんだよ。いないんですよ。そうなんですよ。なるほどね。ちょっと3連発になっちゃうんですけど、申し訳ない。アンジュルムの上國料萌衣さん。はい、第3位。おぉ、高え。コンパクトにね、はい、取っていきます。まだ2位がいるね、でも。わかる？ 2 位。わかんない。だよね、そう、わかんない、ね。これ、2位多分難しいですね。2位難しい。2位難しいです。だ、箱推しと言いつつも、だから、ハロメンを、うん、なんだろう、このグループが好きっていうのがないじゃん。確かに。いや、ね、あんまりね。俺はね、やっぱね、そっと自分でやってて、これ何を基準で俺は選んでるんだろうって思いながら選んでる。なるほどね。だから、その顔が可愛いってか、顔が好きで選んでるわけでもないし、うん、歌が上手いで選んでるわけでもないし、
何で俺はこれを選べるんだろうなって思いながらこうボタンを押してます。とりあえずな、これこ好みだなぐらい。そう、なんか雰囲気、もうなんか本当に総合的な雰囲気、フィーリングみたいなところで選んでます。だからグループでは絞れないのよ。いきましょう。いやもうこれを世間的な顔面でいきよう、はい、いいよ。モーニング娘。の牧野まりあさん。ラブリン、ラブリン、ラブリン、ラブリンは入ってないんですね。ラブリンね。ノーラブリンか。ノーラブリンでした。個人的顔面言ってもいいですか。どうぞ。ジュースジュースの、はい、井上レイさん。あー、顔面ジョーカー、ジョーカーね。この相当企画におけるレイレイの高得点率の高さバランスって早いんじゃない、もう出すの。レイレイは第10位。うわー、勝てねー、勝てねー。これの、いや、まだです、まだいけます。これは結構、結構俺結構もう強いですよ、これ。まあ、でもやっぱレイレイは去年もちなみに9位で入ってるんですよ。いやですね。いや、そうなんですよ、結局レイレイすごい、やっぱ花公園を見てほしい、レイレイは、うん、すごいですよ、勝ち確率いいね、勝てそう、今回も。まあ、でしょうね。やばい、ね結構ね、その大人系の好きじゃん、顔が。確かに、谷本さんとね。まあまあ確かにね、確かに、まあ年上が多いかもしれません。谷村さんとね。そんなにめちゃくちゃやっぱ下、レイレイともさ、年下だけども顔大人じゃん。まあ大人っぽいし、うん、まあもうね、同い年くらいにも見えるしね。確かにね、めちゃくちゃね、年下はあんま入ってない。だからこれ言っちゃうと、だからホマメイとかはやっぱ入ってないよ。消さないように。かわいい。まあ、でも確かに入ってる人は下すぎるんだろうね。やっぱ同じぐらいから上がやっぱ多分そうですね。そう、しかも同じぐらいよりちょっと上で、しかもあのわちゃわちゃ系の方が好きだから。確かにね、戦績入れてますね。あ、そうそう。はいはい、お願いします。モーニング娘。の横山玲奈。やんね。横山は入ってません。デイキャさん、いいんですか。多分9取ったらマジである、決まる。今俺5点。今お前19点。決まる。14点差。決まるよ。9取ったら決まるやん。ジュースジュースの、はい、松永理愛選手。お願いします。松永理愛選手。なんだその目。その目なんだよ。お願いします。第5位。おー、まあ、まだね、まだ、ね、勝てなくもないんだよな。松永理愛選手が、うん、ここまで来ましたですね。5位まで。なるほど。夢理愛もありましたし、じゃ、ね、若干やっぱジュースか。やっぱりやっぱ去年、今年というか1年で、はい、やっぱその彼女のポテンシャルというか、はい、感じましたね。そうですね、やっぱりそれがあるんじゃないですか。やっぱでかいですね。やっぱおもろいね、うん、おもろい。そう、やっぱリミスタのね、うん、だったりとか、まあ、あとラジオだったりとか何回見ちゃったりとか、そうそうそう、ね、やっぱありますから、うん、そこでやっぱランキングですね、そこでの。いやー、そうかそうかそうか。ちなみに次で必勝です、僕。あれ、これ26点選手。28点選手。28点選手。まあ、ほぼ必勝です。えっとね。いや、でも、俺がここまで行ったらってのもあると思う。アンジュルム、伊勢レイナ。ピーね。ピーね。これある、これある、これあるよ。ピーね。うん。確かに、ピーね、めっちゃ良かったもん、ハロンも。俺が、しかも俺が言うことで言ってたら、いや、でも、気になるからね。ね。ピーね。まあ。ピーは、第、21位。もっと上でいいのよ、ピーは。個人的にはもっと上なんだよ。そう。だから、やっぱハロプロソートのこの罠というか、うん、仕組みおかしい。なんでこんな下なのっていう。おかしい、まず。モーニング娘。2-1 の、はい、石田あゆみさん。石田さんもねこれ、まだ。いや、まだわかんない。まだわかんない。これいけたやつだ。まあ、まだいいでしょう。第19位。おー、いや、石田さんもね、そうなんだよね。言うだよ、ここかっていう。なんかやっぱさ、あの大事感みたいな好きだから、そうなんだよ。来るかなと思って。石田さんのその、やっぱり、その、なんか、あれはありますよ。安定したものはある。そう。俺の中で、やっぱり。非常にね。石田さんって確固としたものがある。俺の中では、やっぱり。行きましょうか。はい。これちょっと大チャンスですよ。顔面、うん、では結構楽しい感じ。はい。行きます。アンジュルム、佐々木リカゴ。リカゴ。これは佐々木リカーコは第22位。いやー、でもあざとくてダメなんだ。俺来るかなと思ってたんだけど。いや、俺も来るかなと思ってた。あざとくてちっちゃいけどガチになっていいのやめてよ。ガチ悩みの人じゃん。ジュースジュースの、はい、稲葉真中さん。
いや、考えたけど、ちょっとどうなんだろう。そう、言動は大人なんだよ。顔が超幼いから。第7位。うわぁ終わった。食べた。終了。いや、まだ本当にない。終了。終わりでーす。勝ちました。よっ。あなた、弱いね、本当にこのゲーム。うわぁ。やっぱ稲葉さんはでも、顔面ですね。顔面で。顔面か。いや、だから俺は稲葉、谷本が上2人なのよ。そうね。まあ、いや、稲葉さん顔面は超可愛いよ。そうね。さあ、あと残り3人ですか？はい。当てるか、何位と何位と何位？ 2 位、8、9。2位、8、9。2位が分かんない。いきます。はい。モーニング娘。の、オンジャ。入ってないんだなぁ、オンも。いけいけ、お前いけ。いけ。これ多分2位は、多分、びっくりすると思う。びっくり。あんまり。想定外じゃん。それちょっと難しいんだよ。でもちなみに8、9は前回は入ってなかったですね。へぇー。そんな覚えてないけど、森戸さん。森戸さんは入ってないです。あ、惜しい。河村さん。河村百貨店。オーナーの河村百貨さん。第10位。うわぁ、なんでーなんで当たんないのびっくりー。あら、下手ね、この企画。河村百貨店12位でした。モーナ。モーナ、17位。いないみょんです。あ、いいですね。はぁー。当たんなかった、当たんなかった音です。佐藤まさきさん。13位。おー。11、2、3が出ましたね。いいラインですね。難しい、ここ。やばい、でも顔面だよ、多分どっちかって言ったら。顔面。生田さんだと思うな。いや、俺は9期だったら。もういないと思う。福村さん。福村さん。第2位。もう2位なんだ。すごい。ナイスプレー。いや、福村さんの信頼と安心と信頼はやっぱ福村瑞希なんですよ。本当にそうよ。福村さん、俺やで。福村さんってめちゃめちゃ可愛いしな。あのリーダーなんで。そう。花鳥風月で花子園。アイアンド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 。福村さんの歌うますぎるし、あの福村さんの一人称瑞希なのおかしい。アンパンマン好きだ。おかしいって。アンパンマン好きで。可愛い。カニ買ってきて飼ってたね。そうね。可愛いって。可愛いやん。大森瑞希リーダー。うん。やばいって。やべえ。2位やん。生田さん。生田さんは入ってません。金沢原さん。ああ、いる。金沢原さん。いる、これはいる。16。いないんだ。キシオン。もう、夢の3。いや、キシオンって夢の3、もう、入ってほしい。入ってるんだ。いやー、ダメか。入っててほしい。待って。多分、入れたつもりだったんだろうな。10位以内に。35位ぐらいまでもう1位なんよ。野中チェル。野中チェルが25位です。あー、でも。ただこれ25位って言ってますけど、だから実質はもう4位ぐらいです、これ。いや、でいい。タコ！タコは14位。アンジュとジュースです。え、もう、え、ケロタメ。ケロタメ分かれちゃう人いないよ。もう言ったぜ。あ、ルル言ってないのか。ルルは言ってないんだ、まだ。言ったと思った。ルル。ルルは9位。ケロ。ケロは8。うわぁ、ケロ入ってくんだ。ケロ入ってくんだよ。ケロなんだ。ケロが入ってきた。ケロかわいい。ケロかわいいよ。ケロかわいいよ。かわいいし、なんかケロなんかイカれてるから好き。ケロイカれてるから。イカれ枠でケロ入ったから。去年で言うとこの、そのやっぱ、あの、松永リアイとかの枠なんだろうな。去年の松永リアイは、これから来るよって。そうそうそう。いや、あの子ね、イカれてんだよって言ってたけど、あったけど、もう今年はあの、松永リアイがイカれてるは、もう、なんだろう、根底にあって。前提条件で、その上のっていう話です。その上の今パフォーマンスが、でもラジオとか聞いてもケロ結構イカついケロね、おもろい、ケロおもろい、アンジェルムステーションでおもろい、イカついね、ケロ面白いことを言ってはないんだけど、なんかおもろいよね、イカついよ、ケロ一言一言しかも多分あの目で言ってるんだけど、あんま笑ってない目で、なんかもう、しかも竹内さんのこともういじるらしいから、しかもステージ上ででしょ、そうそうそう、ハルコンでいじってたらしいからってことで、雄大の相当こんな感じだったと。はい。わからないもんすね。まあ、だからでも10人中、多分6人ぐらいは、もうあの、一緒なんですよ。うん、去年と。ほとんどアンジュとジュースですよ、これ。そうなんです確かにそうね、モーニングと椿がちょっといるぐらいで、一人ずつ。そうなんだよね。やっぱ4411ぐらいじゃないだって。うん。本当にそう、4411。ね、1、2。やっぱジュース半分入ってるよな、だから。いや、俺ジュース、めっちゃ好きじゃんね、だから。気づいちゃったんだし。いや、まあオクトピックとか、あれ見てるからね。そう、確かに、そうだね。それがある。お前、やっぱ音楽好きだから、そうか。なんだろう。
一番ハロプロの中じゃなんてライブパフォーマンスには定評があるグループだから、うん、そうかもしれんわ。やっぱお前去年の武道館行った方がいいかったよ。いやだよな、めっちゃすごい。あの今年欲張りがあるからな。あ、そうで、あれ行こう、みんなで行こう。俺あのここ1週間で電車内に落ちてる落とし物を2回駅員さんに届けてる。素晴らしい、絶対当たる。お前は絶対当たる。絶対当たってくれ。絶対当たる。俺でもありだ人。あ、いいね、いいね。絶対当たる。この最善引きます。最善なんだ。じゃあ次はアキロブのターンでございます。はい、アキロブのターンで会いましょう。それではバイチュー。